4回の表、東芝の攻撃は8番キャッチャー柴原。ちょっと分かるよ。
広島行かすって嬉しいじゃん。うん、嬉しい。違うわ、これ。王者の監督だ。王者の監督。荒木もいいね。どうしたんだろう、一体。あいつ、どうしちゃったんですか、荒木。去年のあれみたいな。ぐもり。この人誰だ。この人。このピッチャー。うん。浅い。浅い。私も押してます。押してるの。でも金子。うん。そうだって。時々長男。うん、そう。レギュラーだよね。うん、ああ。フワゴールだ。あー、なるほど。今なんか食べ込んじゃってたけど。2番センター岡部。あれ、どうしよう。大丈夫。シンプルに見てて、もう一回上がる。ずっとそこのボールボーイのところに密着してて。斉藤カメラになりたい。今日ここに何時着いたの？あそこが10時半からだったから9時半でも行ったんだから。何時？9時次ちょっと30分来てみる。9時。ボールボーイやるかは分からないけどね。なんかあれでもあそこで、うん、やる分には多分楽しい。普通に多分ここだとブルペンで誰が投げてればすぐ分かる。あそこだと、あ、ここだと、あ、ここだとね。そういうことがあったらね、向こうは悲しんでるんです。
吉沢松本もやるんですよ。これはいかないですか。高田さんね。暑い。失望という失望。今この冬のでさ、ちょっとの間来てとこないですけど。4番指名打者大川原。力はあるでしょ。ほら2点入った。ほら同点だ。同点か。珍しい。何も考えてないから応援してるかもしれない。5番サンスト福山。なんかさっきの目が覚めた。何は面白かった。面白かった。レギュラー漫画だよ。思わされた職場でその野球してる先輩に話したくてしょうがない。確かに格好になる人がいるけど、まあ、若いで結構覚えてないですか。サードに関根君がいて、多分走るなって思ったんですけど、走ってなくて、うん、思ったら一塁のランナーが走ってくるから二塁の子も走るじゃないですか。ほらほらほら、解説していいんじゃないですか。そうです、そうです。いましたね。なんで？
引くよね、求人募集してませんか。しますよ、うん、あの野球部やっぱり、ね、付き人になりたいんですけど、結構重要な、うん、人についてる、うん、土日は試合だよって言われちゃう、うん、宮崎市もいたら、いやいや、あのね、いましたね、いましたね、あれ、住みたいにいました、そうでしょ、暗黙なんですね、あれでしょ、だって身近だってあるんですよ、あの優勝投手とかさ、そういう人いますよ、三振だ、プロにはいかなかったけど。